マールブルク大学、フィリップ大学マールブルクは、ドイツのマールブルクにある大学。通称、マールブルク大学。1527年7月1日に、初のプロテスタントの大学として、当時23歳のフィリップ法博が設立し、11人の教授と84人の学生のもとに開学。モーリッツが1605年カルバンカに改修、大学も従ったため、 1607年にルター派の教授たちは隣接するヘッセン・ダルムシタット法博領ギーセンに設立されたギーセン大学に移った。ヘッセン選帝校、フリードリ・ヒビル・ヘルム一世は、広島戦争で敗れたオーストリア帝国の側につき、ヘッセン選帝公国は1866年にプロイセン王国に併合された。ヘッセン選帝公国は同時に、 プロイセンに併合されたナッサウ公国、フランクフルト自由市と共にプロイセン領、ヘッセンナッサウ県に組み込まれたため、これらの地域からも学生が入学するようになった。そのため、1866年にプロイセン王立、フィリップ大学に改称されると、学生数は4倍に増加した。マールブルク大学の宗派はプロイセン王国に従い、ルター派、改革派が共存することになり、 1866年になってしばらく続いていた改革派単独の大学であることを止めている。進学部にもルター派の教授がドイツ各地から入り、ドイツの聖書学や組織進学を主導する看板学部になる。この大学で学び、または教授した歴史的な人物として、作曲家のハインリヒシッツ、歴史法学のフリードリヒカール・フォンサビニー、言語学者で、 童話収集家のヤーコプ・グリム、新薬聖書学のルドルフ・ブルトマン、宗教哲学のルドルフ・オットモスクワ大学の創立者、ミハイル・ロモノソフ、詩人のボリス・パステルナークとゴットフリート・ベンなど、分野も多彩である。特に哲学者では新刊とハマールブルク学派の、ヘルマン・コーエン、パウル・ナトルプ、エルンスト・カッシーラーをはじめとして、カール・ワルト、ルドルフ・ブルトマン、ニコライ・ハルトマン、 ホセオルテガイ、ガセット、マルティン・ハイデッカー、ハンナ・アーレント、ハンス・ゲオルク・ガダマー、ミキ・キヨシ、エイリヒ・アウエル・バッハなどが著名である。またカール・バルト、クリスティアン・メラー、エルンスト・ケーゼマン、マルゴート・ケースマンらが、福音主義進学部に通った。異色の関係者としては、スター・リングラード攻防戦で、ドイツ第6軍を率いたフリードリヒ・パウルス。 陸軍元帥が法学部に短期間在籍していた。さらに、ドイツ赤軍の創設者、指導者の一人であったウルリケ・マインホフも在籍していた。ありがとうございます。